引っ張ると、完成、クッパの飛行戦艦チャレンジです。はい、完成しました。いや、これはめちゃくちゃ作るのがすっごい大変でした。さすが1000ピース超えるだけありますね。ちなみに組み立てにかかった時間は全部で4時間20分もかかりました。複雑な造形とかがなかったので結構簡単に作れました。いや、これはめちゃくちゃ圧巻ですね。本当に素晴らしいです。はい、今回の拡張コースについてくるキャラクターを紹介します。左からクリボー、アメック、チョロブーです。僕思ったんですけど、大型セットの割にはついてくるキャラクター少ないですね。キャラクターが少ないのがちょっと意外だなって思いました。まずはこれから見ましょう。じゃあ、はい、こちらがカメックでございます。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。いや、これはね、実際のカメックまんまですよ。これは本当によく作られております。僕思ったのは、この杖の部分がちょっと金色っぽかったんですけど、がっつり黄色になっております。ちなみにコブンのコカメックと並べるとこんな感じで、メガネのプリントパーツが全然違いますね。帽子の高さ覗くと大きさはほぼ一緒ですね。はい、続いてはこちらのクリボーです。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになっております。このクリボーの特徴といえばこれですね。このクッパ戦艦の帽子、これがもうめちゃくちゃ目立ちますよね。すごいかっこいいです。ちなみに帽子は簡単に取り外すことができます。ちなみに帽子の内部はこのようになっていますので、こんな感じで頭頂部がタイルパーツのキャラクターに取り付けることができます。おー、これはね、ボスキャラ感が増しますね。めちゃくちゃいいです。ちなみにノコノコに被せると、はい、こんな感じです。これね、目のプリントパーツがちょっとだけ隠れちゃうんですよね。だけどこれ隠れたことによってめちゃくちゃ怖そうに見えますね。ちなみにテレサなんですけど、ジョイントとかがないので、もうこんな感じで乗せてるだけです。あー、これもね、いいね。はい一応テレにも乗せてみました。テレサよりかは安定感はありますね。はい、そして最後はこちらのチョロブーです。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。これまでのチョロブーとは違って、ゴーグルがついていて、右手にはハイスパナを持っております。このスパナがね、もうほんととにかくいやらしいんですよね。はい、続いてはこちらです。スタートの大砲とカメックの砲機です。まずスタートの大砲は全体をぐるっと見回すとこのようになっております。ちなみに大砲のこのパーツなんですけど、ヨゴマリオの土管パーツと一緒になっております。で、大砲はこのように稼働することができます。はい、続いてはこちらのカメックの砲機です。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。砲機の造形もすごいよく作られていて、僕すごいなと思ったのが、これタルパーツを砲機の先端の部分を再現してるんですよね。これなかなか面白いですよね。このほうきに先ほどのカメックを乗せることができます。保持力はすごい安定しております。そしてこのほうきにはこちらのパーツがついていますので、これをつけることでこんな感じで空を飛んでるように見えることができます。ただこれ唯一残念なところは、これ設置すると、はい、こんな感じで倒れちゃいます。ちなみにカメックを乗せるとこんな感じで安定して立たせることができます。はい、続いてはこちらの飛行戦艦を見ましょう。これはね、本当に画角ギリギリのサイズでめちゃくちゃ迫力があります。正面から見るとこんな感じで、横から見るとこんな感じで、後ろはこのようになっております。じゃあちょっと一回手に持ってみましょう。おー、これはね、なかなか重たいです。僕思ったのが、この飛行戦艦は思ってたより、ちょっとだけ小さかったなって思います。僕は実際これぐらいの大きさなのかなって思ってたんですけど、いざ作ってみたら気持ち、1割ぐらいは小さかったです。では近くで見ましょう。まずこちらが選手部分になっております。この選手のクッパの顔の造形がめちゃくちゃインパクトあります。ちなみにクッパと並べるとこのようになっていて、再現度はめちゃくちゃ高いです。もうちょっとちょっと濃い緑色だったらクッパそのままだったと思います。はい、続いて側面はこのようになっていて、このクッパのマークめちゃめちゃかっこいいですよね。ちなみにこの部分が稼働して、下にはなんと砲台がついております。ちなみに砲台は左右3台ずつありますので、全部で6台ついております。続いて本体はこのようになっていて、なんといっても目を引くのはこれですね。このプロペラ部分です。いやー、これ飛行戦艦だっていうことがもう一目でわかりますね。ちなみにプロペラの造形はこのようになっていて、プレートパーツ1枚で再現かなって思ってたんですけど、プレートパーツが2枚使われていますので、結構厚みのあるプロペラになっております。ちなみにプロペラはこのように回転させることができます。はい、そして船尾はこのようになっていて、ここにもプロペラがついていて、このように回転させ
せることができます。これすごいなって思ったのがこのプロペラなんですけど地面に当たらないようになっております。こういったところの細かい造形もすごいよく作られていますよね。ちなみに窓の部分は全て水色のクリアパーツになっております。そして船尾の部分にもクッパの顔がついております。造形については先頭部分のクッパと、まあ、若干似ていますね。じゃあちょっとこのままこのクッパ戦艦の長さを測りたいと思います。いつも使ってるメジャーがどっか行っちゃったので今回は定規で測りたいと思います。この時点でおーこの時点で大きさは310ミリもあります。これは結構長いですね。ではこちらのクッパ戦艦のギミックについて説明したいと思います。このクッパ戦艦は思ってたよりめちゃくちゃギミックがついております。まずこのクッパ戦艦のこのパーツを取り外して反対側も外してこの船尾の部分と後尾の部分を引っ張るとはい、このように展開することができます。これは素晴らしい。しかもめちゃくちゃ長くなりました。じゃあちょっと近づいてみるとこのようになっていて、いやこれはねめちゃくちゃ迫力満点ですね。じゃあちょっとこのまま長さを測りたいと思います。長さはおすごいなこれ。これ今測ったんですけど全長約500ミリもあります。300ミリあった戦艦が500ミリに伸びるのってめちゃめちゃすごいですよね。ちなみにこれどういった感じで伸びてるのかというと中にテクニックパーツが使われていて、このテクニックパーツがあることによってこんな感じで伸縮させることができます。戦艦のこの部分が簡単に取り外すことができます。先頭のこの部分も外すことができます。はい、まずは一番大きいプロペラについているこちらのギミックを紹介します。こちらの正式名称はクッパのビッグハンドです。ちなみに飛行戦艦に格納されている状態はこんな感じなんですけど、このビッグハンドを取り外してこのテクニックの軸を上まで持ってきてもう一度セットすることで、はい、クッパのビッグハンドが完成します。はい、こちらがクッパのビッグハンドです。全体をぐるっと見回すとこのようになって終わります。ちなみにビッグハンドは右手だけになっております。僕これ作って思ったのがこれもう一個欲しいな。はい。もう一個あれば合体ロボの巨大な腕になるので、これはね、もう一個作りたくなりますね。ちなみに手のひらの部分にはカラーコードがついております。ちなみにこのビッグハンドは指がこのように稼働はするんですけど、まああんまり動かないですね。基本的にはこの形で固定になっております。ではこのビッグハンドのギミックについて説明します。このビッグハンドのこの部分に、先ほどのカメックのほうきをここに取り付けて、で、このほうきの先のこのマットの部分に当ててビッグハンドを倒します。では行きます。はい、こんな感じです。これちゃんと押さないと倒れないようになっています。ちょっと補足なんですけど、このレバーを目いっぱい上げると十字ピンに乗せれることができて、そうすると安定します。ちょっと回転しながらやると、あー、これ回転しながらだと結構難しいですね。後で音声確認するんですけど、一回ちょっとレゴマリオ乗せて回したいと思います。おお、いけたいけた。あ、これはね、レゴマリオを乗せたら倒れますね。はい、続いてはもう一つのプロペラを紹介したいと思います。ちなみにこのプロペラもギミックがついていて、この茶色のプレートパーツを押すと、このプロペラが飛びます。では行きます。はい、こんな感じです。ちなみにこの土台にはカラーコードがついております。これも先ほどのプロペラ同様に、でかい割にはギミック自体は結構シンプルですね。続いてはこちらの飛行戦艦のギミックについて説明します。この中に先ほどのプーを入れることができます。おー、これ見事にすっぽり入りますね。で、このポー部分を押すと、はい、このようにプーが出てきます。あ、もうこんな感じですね。こうやって出てきてスパナをぶん投げて、で、隠れるんですよ。これがまたいやらしいんですよね。で、このパウブロックを強く押すと、このプーが飛び出ます。では行きます。あ、ちょっと失敗した。じゃあもう一回行きます。これ全然飛び出ないの。プー自体結構パーツが使われていますので、結構力入れないと飛び出ませんね。じゃあちょっと目いっぱい押します。おー、勢いよく飛び出ました。そして内部にはカラーコードがついております。ちなみに船尾のこの部分なんですけど、ここを押し込むと、船尾のクッパが倒れてカラーコードが出ます。後ろから見ると、はい、このようになります。はい、ではレゴマリオを使って音声確認いきます。まずはクリボーからいきましょう。カラーコードは頭上にあります。ではいきます。クリボーについてはいつもと一緒ですね。では続いてはプーです。プーは背中についております。ではいきます。おお、プーってボス扱いなんですね。プーは3回踏んづけると倒せることができます。それ以降は、あ、それ以降も一緒ですね。
あ、ちなみにマリオ3のプーは1回踏むと倒せることができます。では最後はカメック行きましょう。ちなみにカラーコードはここにあります。では行きます。はい、カメックは4回踏んづけると倒せることができます。それ以降はあ、プーと一緒ですね。倒した後にスターの効果音が出るのめちゃめちゃいいですよね。はい、続いてはこちらの大砲いきましょう。メゴマリオの腕を目いっぱい上げて大砲の中に入れます。おお、大砲の起動音が出ますね。でこのまま取り出すと、おお、マリオ3の飛行戦艦の BGM だ。これはすごい。でこのままゴールフラグに置くと、はい、ステージクリアになります。これもしかしてなんですけど、今後砦ステージの BGM 付きのスタートドカとか出るんじゃないかな。いや、これちょっと今後が楽しみだな。はい、続いてはこちらのプロペラ行きましょう。中のカラーコードを踏みます。はい、8回踏むと壊せることができます。倒した時がブロックを壊す音になっているのがまた新しいですね。じゃあそれ以降は、あ、それ以降はブロックを崩す音が出ます。はい、続いてはこちらのクッパのビッグハンドです。まずはカメックのほうきに乗せたいと思います。効果音が出ますね。これ何の効果音だっけ。確かマリオってカメックのほうきに乗れなかったんですよね。じゃあこのまま動かしたいと思います。動かすとこのようにコインを取ることができます。でこのままこの的に当てると、はい、ビッグハンドを倒せました。ではビッグハンドを倒します。はい、ビッグハンドは8回踏むと倒せることができます。それ以降は先ほどのプロペラと一緒でブロックを壊す音が出ます。では続いてはこちらのパオブロックいきましょう。では行きます。はい、このような音が出ます。続いては船尾についているクッパのカラーコードいきましょう。どんな音声なのか楽しみです。では行きます。はい、12回踏むと倒せることができます。それ以降は先ほどのクッパハンドとプロペラと一緒です。はい、そして最後はこちらのカラーコードいきましょう。これは本当によく作られています。ではいきます。はい、このような BGM が流れて、なんとダリンが飛び出ます。こうやって見るとマリオが飛行船を操縦しているように見えますね。これはなかなか素晴らしいです。ちなみに飛び出たダリンは最後は手動で戻します。ちなみにこの中にちょっとレミを乗せてみると、おー、レミが操縦しているように見えますね。ただダリンは出てきません。じゃあちょっとでかいブンブンを入れてみると、あー、ブンブンも入るっちゃ入るんですけど、ダリンは出てきませんね。これはレゴマリオ専用ギミックになっております。ちなみに今回は動画にしなかったんですけど、レゴルイージとレゴピーチの音声については基本的に言えばレゴマリオと一緒で、なんかこれが違うというところはありませんでした。なので今回レゴルイージとレゴピーチの音声確認は省略したいと思います。個人的に強いて言うのであれば、今回のクッパ戦艦なんですけど、あと2体ぐらいはキャラクターは入れて欲しかったなって思います。クッパ戦艦といえばキラーとかボム兵がいるんですけど、この2体が入っていないのが個人的には残念かなって思いました。もし一部グレードアップされて再販するのであれば、ボム兵とかキラーのキャラクターは入れてほしいなって思います。はい、レゴスーパーマリオクッパの飛行戦艦チャレンジはこんな感じです。はい、ということでレゴスーパーマリオ乗り込めクッパの飛行戦艦チャレンジを組み立ててレビューしてみました。今回組み立てたこちらのクッパの飛行戦艦はめちゃくちゃよく作られていて、とても素晴らしかったです。まずこの飛行戦艦自体のパーツ密度がすごい高くて、実際のゲームに近いような感じで作られていて、とても素晴らしいと思いました。個人的にこの飛行戦艦が展開すれば全長ほぼ2倍の大きさになるところが
はとても素晴らしいと思いました。あとはこの飛行戦艦のギミック自体は結構シンプルなんですけど、カラーコードの音声がすごい特別感があってとても良かったです。僕はこのスタートの土管がマリオ3の戦艦 BGM が入っているところがとても感動しました。ちなみにこちらのセットは先ほども言ったんですけど絶版品になっております。確か Amazon で定価よりちょっと値引きの1万1000円で売られていましたので、気になった方は早めにチェックしてみてください。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。